前なんかさ、離婚したらしいな。はい。だってさ、ミウの方を見る目がさ、すごいなんか。私の理想のいい人なんだけど、一応想像した家庭じゃないんだよ。こんな感じになったら、俺はあの時に決めたんだ。あいつめっちゃ可愛いなと思った。じゃあ本当に、ミウに来たよ。違うよ。俺ミクと結婚してもいいわ。ワンチャンある。何人も。すごい邪魔しないで。キータ、キータ、キータ。キータ、お疲れ様でーす。本日は何ですか、いかって言ってたろうなトーク大会ただトークの人しかいないもうちょっと酔っ払ってるけど何がなんだかよく考えてきてるけどここを試合でやるな今全部じゃあ俺から行くね、うん、てじゃあ今日はもうあの一つね、俺めっちゃ聞きたいことあるから、うん、お前なんかさ、離婚したらしいな。はいはいはい本当に、うん、いつ、うん、おいおい、さっきのオープニングからのトーンがめっちゃトーク大会結婚したのね。新婚ホヤホヤに対して離婚したからね。離婚ホヤホヤ。いやこの間覚えてる、あの木山君のところで、木山君のところでバイトっていうのお手伝いしたの、なんか一人で、なんか会って話して、ミオがなんか幸せそうに、まあじゃあなんかさこいつはまあ幸せそうじゃない、なんか分からんけど俺そうやって感じたの本当に、まあミオに言ったんだけど、足場班とワーガーガーガーで、ミオがさ。俺に言ったらばっちゃみたいな、私のやっぱオチの子じゃんみたいな、私の理想のいい人なんだけど私の想像した家庭じゃないんだよね、旦那のことはね、そうそうそう、まあ全然違うよね家庭関係、そうそうそう、なんか硬いなオチも俺もなんか硬くなってきたないや俺でもあ偉いなと思った、俺その時にこいつ一切旦那が悪いじゃん、何言わんの、言ってねえかって言ったら、いや、そんなこともないよーって言ったの、髪の毛切ったの気づいてくれて、失恋したんか、え、離婚したのって言ってないよって言ったの、あー、そうか、俺が髪の毛切ったのって、あ、カズも初めて気づいてねえかみたいなって言ったら、おいすぐ気づいちゃうここの方がちょっとすばしか多いやつお前こっち向いてあげて、ここで会話始めろよ、お前めっちゃ遊び、お前なんか俺に注文だけしといて、お前お前先頭前切っていくんかなと思ったら、なんで見よう、行かないね、あんたが言ったの言ってくださいね結局お前と喧嘩の差が出ちゃうじゃあここでは原さんの相談話す、離婚についてとか、うんうん、話さんの俺らにはあんまり言わんじゃん、おじさんとお父さんとか、別にでもそれも笑えない、兄弟で何 LINE したりなんか電話したり、そうそう全然あるんだ、この前1時間ぐらい電話した、暇じゃねっていう電話とかして、別々に過ごしてからするようになったね、何歳よ、21歳、自分の従業員何歳、24、あ3分ぐらい、私は2つ、ミオはもうすぐ22だから中3の時に中1だ、そうだ、離婚ってのは なんであんまり、まあ答えなくないの、結構にあんまそこは違い、でもだってお前がさ同じ月出した、違うよ、1月でしょ、1月末だからちょっと1ヶ月違いぐらい、なんかめちゃ言ってたってかわいそうでしたなとか、かわいそうだな、なんでとかさ全部聞いてみよう、誰自転車かけたら一人かわいそうなんて言ってないこんなんだ普通だからこんなかわいそうだっていや俺だって会ってなかったから、俺あの店で会ったっけ、なんかやられとったらかわいそうかもしれないけど別にそういうわけじゃないけど、うん、だからやわらへんとはしょうがない、あ？もうここなんだよな。うん、そう、わかるでしょ。それを知りたい。なんかその深掘りしたい。あ、まあ、俺からさ、ミクが忘れんかったから。あ、まあまあまあ、そうだね。ああ、そうそうそう。で、それを俺が言ったの。あ、まあ、まあ本音で言わないで、子供には、うん、子供だね。誰のこと？うん。え、うん、お前これ食べれるよ、まだこれ。お前が来るかなと思って格好っぽい。そう、俺も思った。キイタン。どいて、あれさ、見ていく約束しようと思った。いや、じゃあ新品じゃないよ。もう約束しようってやつあるやん。ああ。いや、バーガー、これ20万ですよね。ありがとうございます。ちゃんとクリーム出しちゃうじゃん。何何。これじゃあ染み全部取った。
本当。カカスだ。いやカメラ抜いて。ありがとうございます。おお。なんかカットの一つ上からさ、ちっちゃいのになんかがすごく小さい。全然いいだろ。サイズいいな。生地いいよ。生地じゃなくてタオルみたいだな。いいよ。いいじゃん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 。いやほんで俺はなんでこれあげようかって決めたから。本当にこれはお前が離婚するとか関係ないと思う。俺はあの時に決めたから。あいつめっちゃ可愛いなと思った。ちょっと待って。本当に。俺より来たから。じゃあ本当に俺じゃあ落ちたから来たよ。俺ミクと結婚してもいいわ。ワンチャンある。いや言わなきゃ。ミオに言ったんだっけ。いや違うよ。なんか違う結婚じゃなくて誰とでもやれるんかお前はって言ったら誰とでもやれるみたいな。誰お前、ミクにすごい絡んできたってことそれ。いや、違う違う違う、店であどっちがどっちがやれるってそれによっては大事だよ。じゃあ、一回カメラちゃんと回っとるから、もう一回ちゃんとちゃんとやって、はい、俺やったの。じゃあ、パパにね、パパがいい、パパがちょっと待って待って、カズノバにぶつかったりしとった時にお前おっぱいぶつけてくんだみたいなことを言ってきとって、俺がね、そうで、パパしたパパがなんか同級生の娘だったみたいな流れで、俺は誰にでも誰とでもできるみたいなことを言っとった。うん、これカットでお願いしますっていうところも使ってね。クソよ。俺はまだそんなにうまくいってないと思ってなかったから、本当に俺初めて聞いたの。でなんか。お前だなんか髪型がないからその話だよな。でお前なんて半分冗談言ったのになんか想像の過程じゃないんだよねぐらいの人聞いてなかったの。ああまあそうだなみたいな感じだったけど、パッてさミウの方を見る目がさすごいなんかね、そりゃさ新婚と別れ間際の人見たらそれそう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 だけどお前ってさそのまあ、ショーってね、まあ、職長で責任者でね、また体育会系の男たちのリーダーなわけじゃん、うん、ね、まあまあ、まあ、こういうみたいな、オチとか、マラ君、ただし俺みたいなもんじゃん。ちょっと世代が上だね。何でしょう、すごい邪魔しないで。聞いた聞いた聞いた聞こうじゃん、聞こうじゃん、ポテトこっちで食べてない。どこまで喋っていいの、お前より。はい、はい、どこまで喋っといてな。いやそれは言ってよね、もとパパを理想にしすぎとるから、ミクがね、パパじゃなかった。動画で使える話ですよ、動画で使える話。オチがやっぱ何、自分の理想 の男性です。家族の、あれでしょ、家族の。理想っていうかさ、それで育っとるから、それがうちらの中で普通になってるわけね、うんうん。それとが違いすぎたから、ミクが。なそれはでもさ、お父さん像じゃない。いや、家族像だよね。そうそうそう、俺は家族像だよ。旦那の性とは違うじゃん。なんちゅう、家族として見て、あ、お父さんすごくこうだなって。でも、ね、パパみたいな人と結婚したいっていうのは、じゃなくてもさ、お地蔵はどういう風なの、ちょっと視聴者に。パパは絶対だ、ミオたちは絶対ってどういうことなの。パパすることが絶対だ。それって裏でもそうじゃん。そうだ、みんなそうじゃん。いやだから、の世界でパパについてってるわけでもない。でしょ、パパも、まあ、表はパパ絶対かもしれんけど、うんうん、裏では別にお母さん、嫁のお母さんのことも考えるし、で多分ミックの、それとミックにはお前が悪い、お前が我慢しろって言うけど、ミックの前に言ってるだけで、別では違うことも言ってるし、ああ、そういうオチがね、それが欲しい。いやーもうなー、昔は分からんかった。絆最高の傷だ。旦那と男性だったんですか。2個上なんで26。まだ分からないですよね、もうその年で。でもなんかもうミオがもともともタイプが違いすぎるから、旦那さんとパパが。でそれは当たり前じゃん。じゃだから分類で、さっき言った分類も場所が違うのか。じゃあだからここは正解でもないしね。あ、すいません。じゃあ1個で聞いていい、その娘から見たパパとそのまあ、元旦那さんがどういう風に違う。なんて言えばいいんだろう、なんかね、使えるとこね。なんて言えばいいか分からん。いや、とりあえず言いやすいやつじゃん。ああ、言いやすいやつ。チンチンからできる。誰かじゃん。そんなの、死の地で、死の地で、ピン入るから。パパも仕事で忙しかったけど、ミスたちがちっちゃい時。パパは、なんて言えばいいの、大事にしてくれそうなのが分かっとった。家庭を。だってどっか行くのも一緒に行こうとかだし、家族の時間はちゃんとあったけど、旦那さんはそれもないし、でそれこそ実家に来ようってミクとキコは行くけど行くって言うと、いや疲れとるでいいわとか、たまにそういう時もあってもいいとは思うけど、全部が全部仕事で疲れとるからとか言われるといいとしたら、そういうことだな。
コースみたいに出てくる。すいません。ありがとうございます。これはさ、でこれを逆にじゃあパパが、ね、理想って言うんだけど、これやれる？そうそうそうミオちゃん、まず待って、ミオ理想って言う、いやパパが好きっていうだけでこの家庭もいいと思うよ。でもミオ、ミオはまた別だから。そうだね、そうだね、そうだね、だからミオが一緒じゃん。そうだよね、理想は間違いないかもしれんけど、別だからミオ。だからじゃあ逆にお前はどう？全然いいよ。あ、これやるんだ。むしろこういう風がいい。だから、例えば旦那さんの友達とご飯行くけど行くかって行きたいし、呼んでいいよって言いたいし。じゃあ俺出て結婚しちゃってもいいじゃん。いい、OK もいいだろ。嫌だよ。本当に本当に。そうか、でも好きな人ができたらそういうわけじゃない。全く。だったらって思っちゃうよね、正直。だって別に、じゃあ決定的な嫌いなとこってあった？ないんだったらさ、自分を犠牲に、犠牲っていうか、子供とかさ、生活しとって不満めっちゃあるよ。ある、なあるある、全然ある。そのさ、なんていうの、なのそれって、仕事が遅いとかでさ、不満とかいっぱい出るわけじゃん。やっぱ譲れんなっていうところもあるかもしれないけど、愛情っていうのはさ、やっぱなくなってはない。そう。逆に愛情感じなかった。そう。元々はあんまない。愛情表現があるじゃないから、本当にみんなも好きなのかなっていうのもある。最初から元々やってるのか。だってもう最初からミクが好き好きで言ってるから。ああ。なんか大側になってるから。大側、ミクがなんか急になんか結婚して一緒になって子供も大変だって、サメだっていうか、あんまり未来に対しての、あのなんかそういう感情が薄れちゃったなっていうのは別にないんだ。じゃあなんでって言うの。俺もどっちかというと親戚みたいなもんだもんさ。勝手に親戚だから。本当になんかもう小さいところに過ぎてくれるだもん。別にそれを否定もしない。否定もしないけど、まあ、俺はオッチとは違うもんで、親戚っていう立場で言うなら、そういうこともちょっとなんでだっていうことも言えるから。親戚ってそれ。びっくりしたけど、反対派？反対派？ターシは反対派？お父さん側の方の親戚で言うなら、ターシからしたら反対派なんだ。俺は反対派だとね。ミオはじゃあどうは？でも離婚、まあ、自分がしたいならいいんじゃないと思う。時代でいろいろ聞いてるわけでしょ。まあ我慢できるでしょって思うこともあれば、まあそれは確かに嫌だねって言って、どちらでも思うことはある。旦那さんの話を聞いてないから。あ、でもミクからしか聞いてないから。そうだから、それはそうなってきたら旦那さんが悪く言ったら悪く言ったら、そういう意見を言えるミオがすごい。そうだね。離婚しようって言ったからね。まとめた、まとめた。ちょっと リアルに表現して、もうそこだけ聞かせて、今日はおしまいします。結構喧嘩じゃないけど、言い合いが続いとったから、まあ、こんな続くんだったら一緒にやるよね。生活はね、それ俺のあった後。前よくあの時にさ、まあ、お前離婚考えとんかって言ったら、いやそんなんじゃないけど、まあって言ってたよ。別にうまくいってないこともないよって言ったじゃん。あれってなんで？まあ、言えることじゃないから。だって、ね、まあ、家族にはパパには言ったよ。もう言った後だよ。1回目パパに話をして、でもうお互いもうそのヒートアップしとる状態でパパに話をする。もうこうなった。だけどそっから、うん、それはだって俺と会った前だろ。そう、でもパパにそこでお前の我慢が足りん、もうちょっと考えたらどうだとか、まあ、キコのことも考えろよっていうのを言われた上で、まあそうやってパパにも言われたよ。でちょっと落ち着いたわけ。でもお互いが言ってないけど、まあ、自分たちの中でもうちょっと頑張ってみようじゃない。ミクもそうなったから、で向こうも言ってこうし、言えまんまなかったけど、でもそれもずっと続かんかったから、だったらもうなんていうの、喧嘩ばっかになってもういい離婚しようじゃなくて、ちょっと話し合った上で、なんでもう一切会わないとかの喧嘩になる前に一回離れようかっていう。一回とか、まあ、離れてみて、それが良ければ離れたままでいいけど、だってさ、離婚して再婚しちゃダメっていうルールはないじゃん。俺が一つはすごい興味があるのは、そんな気持ちだったら俺こうやって質問した時にさ、でまたミオはすごい楽しそうしとるじゃん。足場なんでね、囲まれて。まあいい気はしてる、羨ましさもあるよ。
なんかあの時ね、本当にお前すごい切ない顔してたんだよ。もうだってパパとさ、旦那さんはさ、もうこういう場でもワイワイできる人を選んだとか一緒になったじゃん、ミオは、うん、でもミクって嫌ったじゃん、どっちかというとサラリーマンっていう人を選んだ。そこはそこなんだよね、多分。だからミオの旦那さんをそういうとこにしても楽しそうにこの輪に入れるのに、うちの旦那さんは来てもくれないなみたいな。あ、そこがっていうのは あったよ。あったけど、でも悪いわけじゃないじゃん、ミコが相手が。そうだね、相手が悪いわけじゃないから、そう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 、ミクがただ羨ましいなっていうだけ。オチが悪いな。なんで？やばいだけに。まあ、もうおちゃんの集中力が切れそうだよ、まあ、締めようか。いつまで俺は喋らない。まあ、急遽ちょっとカメラ回して、ちょっといろんな話をしましたけど、まあでもこれだけリアル系を話す。離婚ってなかなかないんじゃない？ないよな。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。結構向こうで、また見てね。カメラで。向こうカメラ見て、向こう見て。キー向こう。せーの、また見てねーって言って。かわいいな。オッケー。